赤崎瀬尾赤崎マシマシ TV、5倍マシマシ豚らを作っちゃおう。これ最近発売された日清のラオウの完全に二郎系カップ麺としてですね、これ発売したと言ってもおかしくない。まあ、僕はこれ出た瞬間もう食べたんですよ、実は一杯。瞬間に食べました。もう関係者だよ、それも。うめえぞ、これと。あー、なるほど。これ本当に美味しかったって、はい、もうね。やっぱりちょっとカップ麺なんでね、具材がね、僕はマシマシにしたいんですよ、と。よっ、5杯買っちゃいまして、はい、これを5杯食べるのではなく、1杯に5杯分の火薬を全部入れてですね、5杯マシマシを作ったらどうなるんすかという。なんでカップ麺なのに俺たち呼ばれたのかなと思ったんですけど、酢の麺だけを食わせてる。あ、なるほど。というわけで、はい、作ってみよう。はい、こうなんだよね。まあね、液体スープ、油増し袋ね、早くね、早く焼き豚、うん、さあじゃあ入れていきましょうか。さあ続いて、わさすげえ。確かにこれね、お湯入れたら結構な音になりそうな気がするな。よいしょ、うーわー、よっ。さあ内側の線の少し上ぐらいまで入れちゃう。はい、さあ5分待とう。でね、これをこう温めないでください。温めちゃいけないのね。はいはい、何やってんの。まだ1回食ったんですよ。1回温めてるんだ、はい、例えば。これね、温めちゃうとほとんど液体油になっちゃうんで。いや、多分さっきやったじゃん。はい、うん、危なかったっす。なんでそれを知った上で、ね、温めました、ね、でスープは5つあるけど、まあ2つ使いますね、溢れちゃうんで。なんか遊戯王みたいだったの今。こちらです。よー、おお、野菜だな。すげえ。めちゃめちゃ野菜だな。うーわー、これおもろ。こんなにチャーシュー敷き詰めたのに全部野菜で隠れちゃった。ちょっといきますね。はい、あ、上からいくんだ。そういうパターン。いただきます。スープからね。はいはい、おいおいおい、飲めよ。あ、すご甘み。いただきます。あ、確かに。え、マジ。令和の時代に一杯のかけそば状態になると思う。共有するとはね、うん、どうすかどうすか。あら、あーね、でしょ。確かに、でもちゃんとニンニクの匂いもね。あ、そうだね。そう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 、香りますね。ちょっとここに準備してありますんでね。やっぱしょっぱレベル確認しないとね。いや、だからやっぱ、ね、現役なのよ。ちょっとじゃあ、いっちゃいますよ。はい、うん、うん。そりゃそうだ。そうか。そりゃそうだよ。初の5声あるかもしれないですね。5声するでしょ、ね、これ5声ですね。ちょ、豚からいきますね。はい、豚から。あ、まあスープから言ったけどね。これね、ラオウのね、豚ってね、木星みたいなんだよね。あの、木星ってジュピターよ、ジュピター。いや、その木星だと思ってるよ。木星ばっかり木星だと思ってないから。ほっ、んん、うわ、んあの、2倍入れたスープを吸収しすぎて。あ、なるほど。しょっぱ豚がすごい。あ、一番上の野菜いっちゃいますね。はい、野菜ってかもう油まみれの野菜になってるけど。油野菜ね、失礼します。分かったわ、しょっぱさ。ん、油がしょっぺえわ、めっちゃ。あ、そうなん。ちょっとね、いきますよ、引き出し。失礼します。よっこいしょ。うわーうわー、ちょっと天地返ししちゃいましょうね。この太さです。うめ、歯ごたえがすごい。これがカップ麺で食べられるのはすごいぞ。では、いただきます。はい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 。うま、
あ、濃厚。あとこれ分かったんだけどね、あの塊油は、うん、混ぜておいた方がうまいな、直で食うより。直で食うって選択肢は結構ハードコアだからそもそも、うん、ニンニクがすでに思いっきり散りばめられてるんですよ、うん、入ってるね、なんかめっちゃ入ってる。だから5倍ニンニクになってる。なるほど、細かく入ってる、ね、のもあり、うん、そう。ちょっとこれ使ってみようか、うん、これから行くんだ。ピンク、ホワイト、ブラック、グリーンペッパーも入ってる。よいしょ、そう、好きすぎてなんか家ですごいやつ買い始めてるなんか戦隊確かに戦隊モノペッパーです。うわー、なんかもう王道って感じになってきたな。これ王道っすか。パンチ力がますます。あー、やっぱりそうで ねますます TV よ、ほんとにますます TV。 あー、うめー。おお、ルフィの飲み方。あガッとごちそうさまです。会員完食。あ、その前に、うん、その前にちょっとあれがある。ちょっと待って、ちょっとね、忘れてたわ。なんすか。ちょっとレアエナジードリンクのコーナーです。実はこのチャンネル、エナジードリンクチャンネルでもあるから見てください、このデカさ。これ何だと思います？いや、普通モンスターとか、ま、リフレッシュネスエナジードリンクって書いてあるんだけど、はい、何？え？モンスターエナジーだと思ってた。あー、モンスターエナジーかレッドブルのシリーズをあげたかったんだけどね。いや、もうあ、ミスったなぁ。まあ、せっかくやから飲んでみますか。ごめんなさい、これ日本で売ってたらすみません。全然レアじゃないやつ。何？全部違うじゃん。すみません、それでいきましょう。謎のエナジードリンクは、まあ、まあ、お色はリンゴジュースみたいな色。いや、エナジードリンクみたいな色でいいですね。あ、もう、うん、匂いはですね、レッドブルっぽい匂い。色もレッドブルっぽくて、匂いもレッドブルっぽい。レッドブルにもうちょい生姜が強めな感じの味がする。あ、そうなんだ。です、飲んでみてね。ということでですね、はい、5倍豚顔を食べてみましたけども、はい、分かったことはですね、はい、油がしょっぱいというのがね。あと温めると液体になるので気をつけてください。それ書いてあるんだよね。いやー、やっぱさすがに5倍にすると結構普通のラーメン1杯食ったぐらいまでいくわ。ああ、お店で食うぐらいのね。お店で食うぐらいのラーメン食ったぐらいいきます、これ、ね、うん、というわけで、今回は、日清の豚ラーを野菜にんにく油でございました。ことねーす。野菜油にんにくだったな。